ンプさん、パンピー、3日後の筋肉痛、目覚まし時計いらず、新しいことから忘れる、わずかな段差でもこける、立ち上がる時のよっこいしょ、老いに関してあげればキリがありません、うん、ただし加齢臭を撒き散らしても老臭老害だけは撒き散らさないように心がけています。時代が変われば人の考え方常識も変わります。むやみに迎合することなく、自分の考え方を押し付けることもなく、私は私、ありのままでいることだと考えています、というメールです。うん、ありのままで歌ってください。ありのままママをね加齢臭ですって出てこなかったですね、前半もね。加齢臭自分じゃ分かんないんだもんね。うーん、これね、華麗な香りね、うん、でもほら女の子とかはさ、うん、お父さんと一緒に洗わないでとか、お父さんの枕臭いとか、うん、これは結構あるあるの話じゃないですか。だからそういうの聞くけどね、もう出てるんじゃないんですか。うちはそういうのなかった、娘に関しても。うーん、俺のお気に入りのオレンジ色の靴下を勝手に引き出しから出して履いたりとかさ、高校生ぐらいの時にさあれ靴下どっか行っちゃったとか、そんなこともあって、あとのは着てたシャツとかさ、はいはい、そういうのがいつの間にかなくなって、あ、娘の部屋にあったりとか。おせんちゃんめっちゃおしゃれだったってことですよね。いや、そうじゃないんじゃないかな、わかんないけど、うんうんうん、でも時々こう大きいものとか着たくなりますからね。えだから随分服とか取られちゃったけどね、うん、結構珍しいと思いますよ。孫がこの夏の間なんか俺の T シャツを随分着てたね、うん、じいちゃんこういうのないみたいなこと言われて、まああるよっつって出してやった。今の子が好きそうなもの持ってますもんね、こせんちゃんね。分かんないけど、関係性すごくいいじゃないですか。ああ、おかげさまで。じゃあこせんちゃんは大丈夫だったみたいね、この匂い問題。だと思うんだけどね。ね、むしろ私お父さんの匂いが大好きです。そういう加齢臭とかじゃなくて、なんだろう、私お母さんの匂いとかも大好きで。そうなの。そうなんですよ。鼻いいんだよね、あちゃんね。鼻いいんですよ、ね、なんで知ってるんですか。とか、まあ、前に何かの時に、うん、そういうのがあった。うちのかみさんも鼻がすごく良くてさはい、はい、俺が全然わかんない匂いをさ、うん、感じ取るんだよね、うんうん、感じ取っちゃいますね。でも結構匂い大好きだから結構めんどくさいよね、いろいろ匂いがしちゃうって。あ、そうですね、うん、まあでもそれはうん、うん、よくも悪くもあるんだけど、よくも悪くもね、うん、逆にだからそういい香りとかをすごく感じやすいし、ここ臭くていらんないとかさ、そういうこと言い出すからね、うん、うちのばあさんは、そうなんですか、ここダメとかさ、あ、そう、人がこうにすれ違っただけ、あーダメ、この匂いみたいな、合う合わないが、ね、化粧品とかね、そういうのもありますもんね、うん、だから香水とかがちょっと私はいっぱいみんなつけるじゃないですか、香水って。そうね、香水ちょっとね、あれですよ、うん、そしてラジオ